はい、どうもこんにちは、セブンです。で、今回はブランコの作り方を解説したいと思います。で、このブランコは木につけてるんですけど、工夫次第でいろんなところにつけれます。なので公園とかを作るときはブランコを吊るすところを新しく作るのもいいかと思います。でも面倒いってときはブランコを木に垂らすデザインがいいと思います。気に入ったらぜひね作ってみてください。ということで行ってみましょう。